らっしゃいませ。藤木屋みきすけです。こんにちは。今日は藤木屋のオンライン接客についてご説明をさせていただきます。オンライン接客、ですね、2020年ちょうど今ですね、新型コロナウイルスの関係で、皆さん自粛というところでなかなか外にですね行けない、お店に行けないというところがですね起きております。 SNS、Twitter ですね、もしくは直接のメールで藤木屋にもたくさんのお客様からですね、この新型コロナウイルスの状況が落ち着いたらお店に行きたいというふうに言うコメントたくさん頂戴しております。手前ども藤木屋もですね、あの緊急事態宣言後、あまりその前からもだったんですけれども、営業をですね実はストップしておりまして、上野のこの今私上野のお店にいるんですけれども、お店の門を閉ざして、営業していないという形になっております。そこで、当然ですね、4月今ゴールデンウィーク入って5月になっておりますけれども、店頭を閉めているので基本的にはお店、上野の藤木屋のお店の売り上げというのはですね、ほぼゼロに近い状態になっております。それはしょうがないというところなんですけれども、事態が落ち着いたらお店に行きたいよっていうコメントを頂戴してはいるんですけれども、もうですね暑くなってきておりますし、あの天候も変わって、家でですね着物を着ている方々にとっては、衣替えというかもう浴衣着たいよっていうふうに思う方もたくさんいらっしゃいます。で、今までですね浴衣を持っている方はそれを着てもいいんですけれども、やっぱり新しいの欲しいなとか、帯新しいの買いたいな、誰も見るわけじゃないんですけど、やっぱりファッションなので、あの新しいものを欲しいなっていう方たくさんやっぱりいらっしゃるようなんですね。そこでなんですけれども、藤木屋の方で、よくよくいろいろ考えた結果なんですけれども、オンライン飲み会とかね、最近よくありまして、私もそれに参加する機会あると思うんですけれども、オンライン接客、例えばスカイプとかで接客できるんじゃないのかな、商品をご案内できるんじゃないのかなと思いまして、このオンライン接客というのをスタートすることを決めました。はい。で、オンライン接客なんですけれども、実はですね藤木屋、自粛、期間中に入ったところからなんですけれども、店頭の営業を閉めると同時に、私どもですね、普段のお客様にですねいろいろご対応させていただくほかに、テレビ、映画、もしくは雑誌などのですねいろいろなメディアの方ですね、芸能人の方が多いと思いますけど、芸能人、有識者の方に、着物を見せていただいてご出演いただくことが多いんですけど、その衣装を手前どもの方でですねすごく担当することが多いんですね。去年、一昨年の段階だったと思いますけども、すでに1週間にですね1回以上は、何らかのメディアに藤木屋の着物というのをですね着た演者さんの方が出ているという形に、もうすでになっております。その中で、実際にご本人様に、お店にいらっしゃっていただいたりとか、手前どもの方でですねスタジオとかにお伺いして衣装合わせとかすることも、あるんですけども、それ以外にですね実はスタイリストさん、もしくは担当者のマネージャーさん含めですけどもね、局の方とかが、お店の方にいらっしゃっていただいて、演者さんのデータというかを持ちいただいて、こちらの方で演者さん本人がいらっしゃらない状態で、衣装合わせというのをすることがですね実はこれまでものすごく多いです。で、ということはですねご本人様がいなくても、サイズをですね選ぶことがですね手前どもの方では、できるということです。それができるのも普段ですねお店に、うちは男着物メンズ浴衣専門店ですけれども、日々たくさんのですね男性のお客様がいらっしゃって、サイズ合わせをさせていただく、経験がございまして、そのデータが蓄積されているので、それを応用して身長とその画像とか映像とかで演者さんの見てるのがあるので、こういう感じで近いかなみたいな形で、実はですねサイズをですね今までご勧めしておりました。
で、それでですね、特別問題になっているということが手前でも実はないんですね。まあ、それも今まで店頭の方で蓄積されたデータがあるから、それを応用してそれができるということに今なっております。なので、直接お客様にお店にいらっしゃっていただかなくても、その画面越しにですね、実はビデオ通信の画面越しにお客様の、まあ、一応身長と画面越しにそのお客様の体の雰囲気などを見させていただければ、実はお客様に合ったサイズというのを実はお勧めできます。はい。で、あとは、まあ、生地の質感とかはですね、この画像越しというか、あのカメラ越しに、まあ、見ていただくという形になるんですけれども、まあ、通話を通して、まあ、なるべくこういう感じですよ、シャリ感がありますよ、光沢がありますよ、シャドウですよ、柄が立ってますよとか、まあ、あのそういったことは手前どもの方でお伝えさせていただいて、ご案内をしようと思っております。また、対応させていただく、まあ、スタッフなんですけれども、私、あとまだ他にですね、いるスタッフで、徒歩通勤がですね、実は可能なスタッフが、まあ、たまたまだったんですけど、実は藤木屋にはいるんですね。そのスタッフが、オンライン接客の申し込みがあった時に、こちらの方に出勤して、で、スカイプを使って、通話、ビデオ通信で通話をさせていただいて、お客様に商品のおすすめをさせていただくという形を、考えております。それで、オンライン接客の、申し込み方法というか、どういうふうに、利用したらいいのかな、申し込んだらいいのかなというご説明をさせていただきます。こちら、今ですね、iPad の方を用意させていただきましたけれども、携帯、スマホ、まあ、そちらでもアクセスできます。こちらのページ、ですね、ネットショップになるんですけど、の中に、オンライン接客というですね、一応商品のご用意をさせていただいております。まあ、商品と申し上げましたけど、オンライン接客自身は無料でございます。オンライン接客のですね、申し込みについてはですね、実はですね、1週間ほどですね、向こう1週間の日程をご用意させていただいております。そして、時間についてはですね、11時から2時間おきに、11時、13時、15時、17時の4コマをご用意させていただいております。なので、日付と時間を見ていただいて、そこをポチッと押していただくと、進めるようになっておりますので、そちらからぜひお申し込みください。こんな感じのがあります。見えますか？見えます。はい、見えます。はい、大丈夫です。綺麗に見えます。とても。はい。新型コロナウイルスの影響で、上野にあるですね、藤木屋のお店は営業を自粛し、臨時休業しておりますけれども、このようにお店そのものは当然に今まで通りございますので、お店に直接いらっしゃって、なかなかですね、商品を見ることは今はできませんけれども、このオンライン接客をですね、ぜひ申し込んでいただいて、画面越しにはなってはしまいますけれども、ぜひ皆様に浴衣や着物、格帯、和装小物、まあ、それぞれ様々なですね、商品をご紹介させていただきたいと思っているので、ぜひ気軽にお申し込みくださいませ。今回はオンライン接客のご説明でございました。皆様のお申し込みお待ちしております。